皆さんこんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今日は私がよく遊びに来る林道からちょっと外れた場所で、多分昔水が流れてたと思うんです。でここ今日何しに来たかというと、流木を拾いに来ました。まあこういうのがですね、ここはいっぱいあるんですね。で私は別に流木に興味があるわけではないんですが、友達とか好きなやつがいるので、まあそいつにあげたり、あと喫茶店やってる友達もいるので、そこのオブジェとかでたまに取って渡してます。で結構いろいろあるんです。ただこの場所すごくいいんですが、クマが出るんですね。クマ、ここで私もクマとイノシシとサルと、あとなんだ、シカが出るので、もう常に音を鳴らしておかないとやられちゃいますから。でまあこういう道具を使って、で音は一体何でやるかというと、クマって低い音はあんまりダメなんですよね。低い音は効果がないというか、なるべくこうカンカンっていう高い音がいいらしいので、私はいつもこのこれをつけてるんです。これちょっと重いんですけど、効果は、絶大ですね。これなので私は山に入るときはいつもこういうふうにうるさいやつをつけてやってます。それじゃあちょっと見てみましょう。こういう感じで結構流木が結構いろんなのがあるんですよね。ただ普通の流木は取ってもあんまり面白くないので、形が面白いやつを狙って拾うようにはしてます。あ、ここに結構まとまって、こんな音がいいですよね。これ長いの、まあちょっと見てみましょう。で、ポイントはですね、その都度袋に入れてしまうと、あ、これなんかも結構面白いですね。これちょっと集めておきましょう。その都度袋に入れるともう邪魔になっちゃうので、まあ使えそうなやつですね。あとこれはこのチェーンソー、またなかなかいいやつで、長いやつをカットしたりするのには最高ですね。ここ本当動物が来るんですよね。音出しておかないと、あんなの出てきたら殺されますからね。本当クマ、良さげなやつはちょっと向こうにまとめて、ヘビがいましたね。これヘビ、はい、ヘビがいました。これはなんだ、このヘビは何のヘビでしょう。ここねヘビいるんですよね、結構。
はい、ということで次行きましょう。あの蛇がいるんでスニーカーとか危ないんですよね。噛みつかれたらもう終わりですから。